そんな気を使わなくていいですよ。そりゃ本当はリョウさんが元気になるまでいたいですけど、旅費もそこをついちゃいましたから。うん、けじめけじめ、甘えちゃダメですよね。あ、そうだ、友達がハワイ旅行で買ってきたチョコがあるんですけど、食べます？あれだけ見つかったはずの証拠も結局闇の中、世間的には湾岸警備隊の出動自体なかったことになっている。我々に何ら処分が下されていないのも一種の脅しと取るべきか。格闘家の拉致殺害、シャドルーとのつながり、これだけ材料があってなお悪はのさばり続ける。ベガメ、貸しを作ったつもりか。だがシャドルーこそ我々に利用されているのだ、愚か者め。私だ、竜の見せた新しい力についてだが。わかりました、引き続き竜の行方を追います。やあクリムゾンバイパー、今度の件ご苦労だった。君の送ってきた資料には満足している。この調子で SIN の全容をぜひ暴き出してほしい。潜入捜査というものは難しく、君にとって辛いこともあるとは思う。しかしこの仕事は君にしか頼めないんだ。承知してくれ。我々 CIA を見くびったことを奴らに後悔させてやらねばならんからな。構いません、それが私の任務ですから。どうした龍？いや、鳥がな。なあ、群れからはぐれたのかな。さあ、どうかな。世話になった。ここで別れよう。龍、お前はあの時、確かに殺意の波動を抑えてみせた。それなのになぜ？正直に言うとな、あの時は無我夢中だった。確実にものにしたという自信は、まだない。俺にはまだ修行が必要ってことだ。まったく、めんどくさいやつだぜ。行ってこい。そしてお前にしかたどり着けない場所を見てこい。必ずだ。ああ、俺も楽しみにしてる。その時お前がどれだけの力を身につけているか。人の体に宿る力、命の力。俺たちは進む道こそ違っても、行き着く先はきっと同じだ。ああ、いつか必ず俺たちは出会う。